歌わろうがから見た、急流包み北部急流包みは、香港の急流北部にある住宅、文京地区である。急流サイドで、有数の高級住宅地である。香港には、珍しい低層の高級住宅地がある。また、香港上司大学や、香港深海大学などの大学や、キリスト教系などを中心とした私立の学校が多い。ただし、 低層住宅が多かったのは、旧軽徳空港が近く飛行機の通り道であった。ことから、建物の高さ規制が敷かれていたからという理由もあり、旧空港が閉鎖されてからは、香港ならではの高層建築も増えてきている。それゆえ、景観の破壊が危惧されている。また、以下の理由で、道路、鉄道交通の要衝でもある。香港号を起点として、ドラワン、 紅海底水道を経て急流を南北に貫き、四死山水道を抜け砂田に至る一号幹線道路が街の真ん中を貫いている。一般に香港の1から9まである幹線道路は信号がなく立体交差もしくは高速道路形式の道路が多いが、一号幹線道路のここ急流包みの区間は信号がある一般道路と変わらない様相の通りになっている。 このため、ただでさえ渋滞が最も激しいと言われる1号幹線道路にあって、この区間は慢性的に渋滞している。さらに地下鉄と香港鉄路東鉄線が交わる乗り換え駅、急流み駅がある。地下鉄と東鉄線が同名駅で乗り換えができる唯一の駅のため、乗り換え客で終始ごった返している。急流みには、 香港島の山頂や浅水湾と並び、香港の富裕な著名人が多く住んでいる。また、九龍流堤駅近くには、また一条と呼ばれる九龍では有数の大型ショッピングモールがあり、商業地区としても地位も無視できない。ありがとうございます。